ジャワゴは社の分布ジャワゴは、オーストロネシア語族のスンダスラウェシ語群に属している。コジャワゴを継承し、この語族の中で最長の文化的伝統と最多の使用者を持つ。ジャワゴは、インドネシアジャワ島の中央部から東で話されている言語であり、その本拠地は、ジャワ島東部及び中部である。これに対し西部の西ジャワ州では、主として、スンダゴが用いられているが、 バンテン州の北方海岸地帯では再びジャワ語が用いられている。また19世紀以降行われた移民政策によってジャワ島以外にもスマトラ島ランプン州、マレーシア、ニューカレドニア、南米のスリナム共和国などにジャワ語圏がある。インドネシア共和国の全人口約2.55億人のうち約1.37億人がジャワ島に住んでおり、そのうち 約7500万人もの人々が日常生活でジャワ語を使用している。ジャワ語は社が公的な場面で意思疎通を行う場合、または異なる種族言語を話す者同士が意思疎通を行う場合、多くの場合で公用語であるインドネシア語が用いられている。本来ジャワ語はジャワ文字で記されるものであったが、20世紀後半からラテン文字に切り替えた。 ジャワ語は、オーストロネシア語族のマレーポリネシア語派の、スンダスラウェシ語群のスンダ語群に属する。言語学的に見て、マレー語、スンダ語、マドゥラ語、バリ語と深い関係がある。また、スマトラ島やボルネオ島の諸語、マダガスカル語といくらかの関係がある。ジャワ語は、中央ジャワから、東ジャワにかけて話されている。また、 西ジャワの北海岸でも同じように用いられている。マドラ島、バリ島、ロンボク島、および西ジャワのスンダゴ地域において文語として用いられる。パレンバン、南スマトラでの宮廷では、18世紀の終わりにオランダによって侵略されるまで宮廷語であった。ジャワ語は現在、どこの国の公用語でもないが、ジャワ語を母語として用いる人の数は、オーストロネシア語族の中で、 断然1位である。およそ8000万人がこの言葉を話すかまたは理解する。少なくとも、インドネシアの総人口の45%は、ジャワ語の家系であるか、ジャワ語が支配的な言語である地域に住んでいる。1945年以降、インドネシアの大統領の5人に4人までが、ジャワ語の家系である。したがって、インドネシアの国語であり、 マレー語の新しい方言であるインドネシア語の発展にジャワ語が大きな影響を与えていることは驚くべきことではない。ジャワ語は世界でも伝統のある言語の一つと見ることができる。12世紀以上にわたって多くの文学作品が書かれている。学者はジャワ語の発達を4つの段階に分けている。ジャワ語は日本語と同様に敬語が発達していることでも知られる。 その特徴として挙げられるのが、普通体と低名体の区別である。ジャワ語の日常語は、ナゴコ体と名付けられるが、これは二人称代名詞項の十五形個々からの、派生語である。ナゴコ体はごく親しい友人間やメ下シタのものに対して、また、ジャワ人が一人ごとを言う場合等に用いられる。一方、低名体である、クラマ体は、 改まった会話や目上のものに対して、基人同士、時としては、妻が夫に対して用いる言葉である。すべての、名ゴコ体に対応する、クラマタイが存在するのではなく、大多数の語は、名ゴコ体と、クラマタイに共通して使われる、名ゴコクラマ共通語である。その他に、クラマインジェル語と呼ばれる単語グループがあるが、これは日本語の尊敬語と謙譲語にあたる。 単語としてのみ存在し、ナゴコタイとクラマタイの中で混ぜて用いられる。ジャワ語はいくつかの方言に分かれており、中でも A ボインを持つ西部ジャワ語とアーボインを持つ東部、ジャワ方言の二大語群が主なものである。西部ジャワ語は、スンダ語に影響を受けており、東部ジャワ語と中央ジャワのジョクジャカルタやソロのジャワ語間にも一定の違いが見られる。宮廷のある中部ジャワのソロ、 ジョクジャカルタの方言が最も純正なものと認められており、新ジャワ文学の大部分はソロで書かれている。ジャワ語の音素は、7母音、A, E, I, O, U, と、二重新、P, T, C, K, B, D, G, M, N, N, Y, N、Y, W, R, L, S, H からなる。母音、ン、シンの音韻音音体系とその特徴は、 以下の通りである。聖書法では、A は AE は e e, e と書かれる。A は、A の他、を持つが、これは、標準語の特色である。ただし、聖書法では、A と区別されない。A じゃあ和語では、語尾解音節の A は常に、と発音され、一つ手前の音節も、A で終わっているときは、その影響を受けて、の発音となる。は、 英語のウォーターの A に等しい。例えば、アパ、ナニは、オポ、タンパ、受け取るは、トンポとなる。ただしこの例外として、以下のものが挙げられる。オラ、アータ、お金、タンパ、なしでと。A は開け音節では長く発音され、平音節では短いが音節境界に微音がある場合は、長化する。E、口の形を大体日本語の、いないしは、 えにして、うと発音すると似た音が得られる。例バルス、ベえ、ケーナしてもいい、エンジ、どこへ、日本語の、えよりも、少し口を横に開いて発音する。れい、てくん、サインする、イえンならば、セケット、五十へ、日本語の、えよりも、ずっと口を横に開いて発音する。例メイヤ、テーブル、M エ,エ、P エ、ホス、スす、す長い間を、 U のように句とをすぼめて、突き出すようにして発音する。相またはいい句が後続すると開け音節では、長短の中間位になる。その他の王は常に短く発音される。礼、おら、こうの、そこ、おんべ、のむ言う、礼、かゆ、木材、つぐ、とう、つく、かうあい、かい音節では長く発音されるが、平音節では短い。日本語のいより、 もっと横に口を開けて発音される。例、D ナ、日、サイキ、今、クイ、それ、ジャワ語のシーンには F、V、Z、C、X、Q はない。また語末や、音節末で2シーンが連続することもなく、シーン連続で終わる。外来語はそのシーンに一つが脱落する。聖書法では、WAS、DH と書かれる。また、N は、 N の他の前に現れるとき、異音としてを持つ。B、乱語の B より鋭く、B が五頭に立つときは、初等音 P を伴っているように聞こえる。第2、または第3音節の等音が B ならば p が先行音節を閉じ、次節音節は B で始まる。ただし、先行音節が M で終わるときはこの現象は見られない。C、日本語の 茶ゃや、ちょのシ音に似ている。れ感化、友人、ゆう言語、ばさ、できる、d、ごとまたは、ご中にあるとき td となり、語尾に立つときは t と発音される。ただし m またはあが d に先行する際は td にはならない。舌の先を前歯につけて、少し噛むように発音される。dh、舌先を、上の前歯の付け根あたりに当てて発音する。 英語や、公用インドネシア語の D に当たる。例、DHA、WA、自分で、アディ、弟、妹、ティダ、食べる G、ご当、または、ご中にあるとき、キログラムとなり、語尾に立つときは、K と発音される。ただし M またはアンが G に先行する際は、キログラムにはならない。日本語の画業の死因に近い。 音節終わりの G は K に近い音で発音される。H、母音で始まる語では、初頭に H が現れるが、特に発音されるのは、朗読や読み聞かせの際に限る。また、2個の同母音間や王と王への間にも H が挿入される。音節の終わりにある H は、息だけを出す気温である。礼、おま、ミューラ、ら、安い。また、お、オー、イヒ。 A1 で終わる後に設備字がつくと A1 は通常、J または W に転じる。K、語尾にあるときは、内波音となるが、木音 E が直前にあるときは外波音となる。また K が、音節末尾にあるときは、内波音となる。J、日本語の、じゃや、序に近い音。例、ジャム、ジ、エージャ、するなエル、下先を、上の前歯の付け根に当てて発音する。例、 ラリ、忘れる、ローロ、に、レム、太っている、エム、日本語の魔行の死因の音に近い。音節終わりのエムは口を閉じるように発音される。レー、街、死ぬ、メイヤテーブル、ネーム、6N、日本語の魔行にある音に近い。下先は、上の前歯の裏につけて発音される。レイナ波、名前、イナック、おいしいなん。 イを発音した後に舌先を n のようにせずそのままに、して、んと鼻から息を押し出すようにすると得られる。例、イング、に、で、メヌング、え、ウォン、人。ただし何の後ろに母音が続く場合は、以下のように g が、後続の母音と共に発音される。例、ナンギス、泣く、マンガン、食べる、ny、日本語の、にゃや、ニュのシーンに似ている。例、バニュ、 水、アンヤー、新しい P、アパ、何、サラパン、朝食をとる R、巻き舌である。レレガ、値段、m r e NA、ここへ、ラーダ、幾分 S、日本語の作業にあたる音。レビサ、できる、しなう、勉強する、サッシ、ガツ、T、D と反転音の関係にある。転写されると後ろに、H を伴う。 d と同様に舌先を郊外前方に押し付けて発音される。ス、英語や公用インドネシア語の t の音に該当する。現在のジャワ語ではその区別が混同されてきている。例、せちじゅく、少し、メスティ、きっと w、語末には現れない。日本語の和行に当たる音。例、with、すでに、ウェットン、東、割らず、健康なワイ、日本語の やや、世にあたる音。例、やいく、つまり、スパや、できるように、かや、のようだ。じゃあ、ワゴは、携帯論上、公着言語に分類される派生特屈折に富んだ、言語である。A 同士の設字じゃワ語ゴの動詞には、日本語のような動詞の、活用や、時制というものもなく、また、西欧語のような動詞の認証変化もない。例えば、動詞単義、起きるに、すでに、 といったものがあれば、その意味は過去形、起きたとなる。反対に、未来の動作は、これからするつもりだという意の副詞、アレップを付加することによって表す。ジャワ語の動詞は主に次のものに分けられる。一語根動詞。二世当時 M マイナスがついたもの。M のついた動詞は、自動詞の機能を持っている。三能動形の場合、語根に、ビ音ンの接当時がつくもの。 ビオンの接頭時のついた動詞は他動詞の機能を持つ。なお、この接頭時は動詞の語根の始めの音によって n, n、ny、m、何の四つの中のいずれかのものがつく。すなわち、語根の始めの音が d、dh、d, d、s、j の場合は接頭時 n が s、c の場合は接頭時 ny が b、p、w の場合は接頭時 m が a, i, u, e, 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 o, g, r, l, y, k の場合は、窃盗時何が付与される。四、能動形の場合、微音の窃盗時と設備時明けが付くもの。明けの付いた動詞は、他動詞で次のような役割や意味を持っている。a, させる。b, してやる。c, させる。d, の状態になるようにする。e, について、に対して、 語能動形の場合、ビヨンの接頭時と設備時愛がつくもの。愛のついた動詞は次のような役割や意味を持っている。エーイング、マラング、メニャング、サカといった全知詞の役割をするもの。B 動作の反復や目的語が複数であることを示すもの。C 動作の行われる場所及び対象を示すのに、加えて、さらに次のような意味を持つもの。 この状態にする、をつける、を与える6説当時 A マイナスがついたもの。7説当時 K マイナスがついたもの。K マイナスのついた動詞は、偶然、自発的に、できるという意味を持つ。B k 用詞の説字1説当時 K マイナスと、設備 GEN により可動級を表す。C 名詞の説字ジャワゴの名詞には語根に、説当時や、設備字をつけて作られるものが多いが、主として、 次のように分けられる。1、設備事案のついたもの。派生した名詞は、するもの、したもの、するところといった意味を持つ。2、設頭字かマイナスと設備事案のついたもの。派生した名詞は、であること、されるもの、のいるところといった意味を持つ。3、設頭字パスカルまたは、パイマイナスのついたもの。主に動詞を名詞化するのに用いられる。派生した名詞は、 することの方法、するために用いるもの、されたものといった意味を持つ。パスカルマイナスは語根によりパム、パン、パン、または、パにマイナスがつく。4節頭時パスカルまたは、パイマイナスに設備事案のついたもの。パスカルマイナスは語根によりパム、パン、パン、または、パにマイナスがつく。派生した名詞は、が集まった場所、する場所、すること。 するために用いられるものを意味する。語語等の音の繰り返しが説得したもの。ジャワ語には、名詞、形容詞、動詞等にそれぞれ以下のような重複語がある。一名詞、代名詞 A 複数を表す、B 重複して意味が変わるもの。設備事案を伴うものもある。二形容詞、副詞 A 協調 B 非就職語が複数であることを示す、ピティカレムレム。 鳥たちは太っている。C 物体名がはっきりしないもの D、意味が変わるもの E なのに、であるのに、ギャンパンギャンパンオランジェ T、簡単なのにわからない。三動詞 A オラを伴って、なかなかしない B、あれこれからする C、変わる変わるする、お互いにする、D セット時や、設備時を伴ったもの E。重複すると意味が変わるもの F 音の一部が変わる、もの語上ジャワは、 すぼ言語であるが、公語では、様々な語順が可能である。以下に例を挙げる。ボンバング N、ジャイリムライング何ーナンバー。基本語順。ボンバングアクティブ、センドレター2との。ボンバングセントザレター2ーナンバー。N、ジャイリムライング何とのボンバング。N、ジャイリムライングボンバング何ーナンバー。N、ジャイリムボンバングライング何ーナンバー。んとのボンバング。 N, ジャイリム・ラ・イング、なんとの N, ジャイリム・ラ・イング・ボンバング、なんとの N, ジャイリム・ボンバング・ラ・イング、また、ジャワ語の関係代名詞や助動詞は、非修飾語の前に置かれる。語順の転倒により、述語の主要部を文頭に置くことで、強調効果をもたらすことが可能である。特に形容詞は、名詞に対して、前置されるのは強調する際に限定される。また、語性は、 関係代名詞シングやカンによっても示されうる。ジャワ語の動詞には日本語のような動詞の活用やテンスはなく、また、西欧語のような動詞の認証変化もない。例えば動詞単義起きるに、すでに、といったものがあれば、その意味は過去形、起きたとなる。反対に、未来の動作は、これからするつもりだという意味の副詞、アレップを付加することによって表す。ジャワ語では、 能動体同士のビヨンの窃盗時を取り除き、新たにタク、ドック、コウ、ディ、あるいはディマイナスといった窃盗時をつけることで、受動体が形成される。ジャワ語は、南インド伝来のパーリ文字を元にして作られた、ジャワ文字を持っているが、現在では、ラテン文字表記が主として用いられている。ラテン文字表記は、インドネシア共和国の公用語である、 インドネシア語の表記法に基づいている。現代ジャワ語はその基本となるものはヘクタール、ナ、サ、ラ、レ、カ、ダ、タ、サ、ワ、ラ、パスカル、ディー j ジェー、ヤ、ニャ、マガ、ガ、バ、ザ、ンガの20しかない。ジャワ文字で表記する際は、上記の20の文字に、それぞれのサンド半減と呼ばれる記号を組み合わせて用いる。 また二つ以上の単語を続けて表記する際、単語の音節が、H、R、何以外の子音で終わっている場合は、それに続く単語の始めの音には、多ンガ眼と呼ばれる記号を用いる。ラテン文字表記以外にも、インドのブラーフミー文字の流れを組むジャワ文字、アラブジャワ文字、ジャワ語に適化したアラビア文字でも書かれる。以下に、ラテン文字の大文字、小文字の表記を記す。 以下の文字は、ヨーロッパの言語やアラビア語からの借用語で使用される。以下に、ジャワ語の基本的な挨拶表現を記す。主言語・インジング、おはようございます。主言語・セヤング、こんにちは。主言語・ソンテン、こんにちは。主言語・ダル、こんばんは。主言語・サレ、おやすみなさい。主言語・ロアいらっしゃいませ。主言語・ティンダク、さようなら。数文語。 シュゲングケプンジーモーリー、さようなら。シュゲングティンダクズムギケプンジーモーリー、ごきげんよう。シュゲングタウンアイヤー、新年おめでとう。シュゲングナタラン、クリスマスおめでとう。シュゲングンガンジャック、乾杯。マッターヌーワン、ありがとう。マッターセンバーヌーワン、ありがとうございます。サミ、サミ、クラインジーマッターセンバーヌーワン、どういたしまして。カードズプンジカバリプン ご機嫌いかがですかパンガツンテンニュアンス、ごめんなさい。ズムギベンジングモーリー、また明日。三分ダングクラボテンケプンジーサレンペンジャネンガン、お久しぶりです。ありがとうございます。